I've been around enough to know what I'm missing, but I dream of something more. And I might be down to help them fight for a mission if I knew what all the fighting was for. 'Cause you got an endless list to twist when things aren't going your way. You got them convinced the facts are fiction. はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、意外とあまりやってなかったかもしれないんですけど、ブラウンメイクをしてみました。秋冬ってなるとやっぱりこうちょっとなんていうのかな、ほっこりとした感じの温かい感じのねメイクがしたくなるかなと思うんですけど、バーガンディとかオレンジ系のメイク、テラコッタメイクみたいな感じはやったことあるかなと思うんですけど、今回も本当にブラウンっていう感じの色合いを使ってみたつもりです。完成はこんな感じなんですけど、結構自分でも満足いくメイクができたので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。ではメイクを始めていきます。まず下地を、この下地を使っていきます。最近結構これ使ってるんですけど、すごく伸びもよくって、であとトーンアップをめちゃくちゃしてくれるんですよね。なんか自然な感じでワントーン明るくなるので、肌もしっかりと綺麗に見せてくれるので、とってもお気に入りです。そしたら続いて安定にナーズのコンシーラーでクマを隠していきます。最近ねちょっとクマが気になるようになってきたんですけど、若干オレンジがかったものとかを使うとクマは消えやすいので、私はちょっとオレンジがかったカラーを使っています。そしたらキャンメイクのこのパウダーでセットしていきます。このパウダーもうね、皆さんご存知だと思うんですけど、めちゃくちゃ良いのでいつも使っております。で、眉毛もしっかりと叩くことで眉パウダーをのせた時にムラになりにくいので、眉毛は結構念入りにパウダーを重ねていきます。そしたらアイシャドウはズーシーのこのパレットを使っていきます。で、まずこのイエローカラーをのせるんですけど、なんかブラウンのアイシャドウとかって結構オレンジ味が強かったりとか赤みが強かったりとかするので、しっかりとブラウンのカラーを出すためにイエローカラーを仕込んでいきます。そしたら続いてベージュ系のカラーをその上から重ねるような感じでのせていきます。で、ここはやんなくてもどっちでもいいんですけれども、今回私はラメをちょっと付け足したいなと思ったので、このラメをのせていきました。これも全体的に広げていきます。締め色はこちらのカラーを使っていきます。これを筆に取って、目尻にのせていくんですけど、今回ちょっと広めに塗ってみました。割とこう深みを出したいなと思ったので、この目尻の締め色がしっかりと目立つように上の幅を広めにのせてます。で、より目元に深みというか奥行き感もプラスしたかったので、目頭のところにも入れて、こう真ん中だけちょっと塗ってない感じにして立体感を作っていきます。同じカラーを下まぶたの目尻にものせていきます。こうすることで目の大きさが全然違ったりとか、目がこう引き締まってくっきり見えるので、ここに濃いめのカラーを入れていくのもすごくおすすめです。そして最後にこの左上のカラーを取って、これを涙袋に入れていきます。このカラーは割と明るめで馴染みやすいカラーなので、さっき入れたアイシャドウを少しぼかすようなイメージでのせていきます。アイライナーはこのブラウンすぎずブラックすぎずなちょうどいいカラーでラインを引いていきます。なんかこう自然な感じで流すような感じで引きました。最近まつげパーマちょっと取れてきちゃったので、ビューラーでまつげをしっかりと上げたら、このマックのマスカラ下地を塗っていきます。これはね、上下ともしっかりとたっぷり塗っていくんですけれども、このマスカラ下地がね本当に私大好きで、もうこれを塗った時のまつげの仕上がりが全然違うんですよ。今からマスカラ塗るので見てもらったらわかると思うんですけれども、マスカラはこちらラブライナーのブラウンブラックなんですが、これを重ねていくとですね、どんどんとボリュームがめちゃくちゃ出てくるんですよ。マスカラの付きが結構良くなるので、その分ボリュームが出るんですけど、まあ、ただこのマスカラ下地はどちらかというとボリュームを出してくれるタイプで、カールキープ力はあんまりないかなっていう気がするので、カールキープ力が欲しいっていう方はまた別のマスカラ下地がおすすめかな。まあ、ただボリュームが欲しいっていう方はこれぜひ使ってみてください。本当にいいです。じゃあ眉毛を描いていきます。眉毛は安定にメイベリンのファッションブローパウダーインペンシルを使っていきます。これはね、雫型になっていて芯がとても描きやすいんですよね。まあ、ただちょっと水分量が多いっていうか、なんかこう粉っぽくはないので、ちょっと眉毛が固まりやすいかな、重ねていくと。だからさっきあのベースでパウダーを多めに叩いたんですけど、これを使うときは眉毛のこの水分みたいなのをしっかりと抑えてあげるのが大事です。そしたら安定にこの眉マスカラをしていきます。で、シェーディングはこちらをね、使っていくんですけれども、左下の赤みが全くないトープっていうカラーなんですけど、これを使っていきます。シェーディングはいつもと同じなんですが、この鼻筋のノーズシャドウと、あとはこの頬骨のところですね、この下のところと、あとフェイスラインをしっかりと入れていきます。顎のラインに沿う感じで、私はいつも入れていて、そこからこうちょっとだけ内側に入れるような感じでぼかしていきます。
チークはこちらのカラーを使っていきます。今回ブラウンメイクなのでチークもそんなにこうピンクっぽくなかったりとか、割とベージュっぽいブラウンっぽい感じのカラーを使っていきます。これツヤがとっても綺麗で、もうハイライトもいらずっていう感じなんですが、私はハイライトを付け足したいのでこの上からさらにやっていっちゃいます。オーダーリンっていうね、私が激推ししているマックのハイライトなんですけど、本当に綺麗なんですよ。これがめちゃくちゃ粒子が細かくって、しかもすごく肌に馴染みやすいカラーなので、自然とこう発光するような感じでピカッとなってくれて、めちゃくちゃ可愛いんですよね、これが。ではラスト、お待ちかねのリップを塗っていきたいと思います。今回ちょっとね2種類使うんですけれども、まずこのマックのフォトっていうカラーですね。これね、結構インスタライブとかでいつもメイクする時も人気なカラーなんですけど、ちょっとツヤ感もあったりとかして結構これ1本でも可愛いんですが、これを軽くティッシュオフしまして、ペタペタとくっつかない状態にしてから、このビセのね、このマルチスティックカラー、アイシャドウとかチークとかリップに使えるやつなんですけど、これの10番がめっちゃ可愛いんですよ。結構プチプラの中でもしっかりとブラウン味のあるリップになってるので、今回はこのリップを重ねていきました。仕上がりはソフトマットな感じでね、ふっくらとしたリップメイクができます。はい、ということでこちらでメイクの完成でございます。はい、ということでこんな感じでメイク完成いたしました。いかがでしょうかね。いろいろとポイントはあったんですが、全体的にこうほっこりとした感じのメイクが出来上がったんじゃないかなと思います。で、今日カラコンが黒っぽい感じのカラコンを使ってるんですけど、これをもうちょっとハーフ寄りな感じのカラコンに変えたりとかしても全然似合うメイクだと思うので、カラコンで遊ぶのも楽しいんじゃないかなって思います。今回秋冬のブラウンメイクっていう感じで紹介しているんですけど、ブラウンってやっぱオールシーズン使えるカラーだと思うし、誰でも挑戦しやすい色味なのかなっていう風にも思うので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。やっぱね、このリップなんですけど、あのビセのやつを重ね塗りしたじゃないですか。これが本当に可愛くて、結構しっかりブラウンなんですよね。なんか赤みが強いとかオレンジみが強いという感じもあまりせず、本当ブラウンっていう感じのカラーのリップなので、これはね結構おすすめです。しかもビセだからドラッグストアで買えたりとか、割とお値段もプチプラなので、ブラウン系が好きっていう方はゲットしてほしいなって思います。はい、ということで今回はちょっと久しぶりだったかな、メイク動画をしっかりと撮ってみました。まあ、やっぱりメイクってほんとちょっと違うだけで全然印象変わってきたりとかもするので、なんかみんなのメイクのレパートリーの一つとして増えれば嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。